まあ、この三角形は AB と。あそこのクレーンゲーム安くてめちゃくちゃと同じです。そうなんですいらねえよな。おい、お前らもう少し静かにできるか。ああ、そうじゃん。待ってさ、あんなやつ無視でいいっすよ。それやら、ゲームマジでヤバいんすよ。アツタ、静かにしろって言ってるのかわからない。言うて聞いてくださいよ。ワンガンが100で3回もできんすよ、待ってさ。最高じゃないっすか。今日行きましょうよ。ねえ、うるせえっつってんだろ。優しく言ってるうちに聞けよ。お前なんか勘違いしてるんじゃないのか。ダリーナじゃねえよ。じゃあもういいわ、授業なんていいわ、帰れ。はぁ、あ、はじゃねえ、帰れって言ってんだよ。帰れ早く、早く帰れ。わかったよ。二度とこんなとこ来るんだよ。スタ。はい、授業続きやるぞ。切り替えろ。先生、急にあんな怒ってどうしたんですか。別に、最近のあいつは何か勘違いしてるみたいだった。松田には謝るよう言っときますので。その必要はない。何をされても許す気はないよ。先生、そんなこと言わずに。話は以上か。それじゃあ用事があるから失礼するぞ。あっさ、気持ちはわかるけどよ、先生に謝った方がいいって。そのつもりはねえよ。おい、じゃあどうするつもりだよ。あいつと顔合わすぐらいだったら学校なんてやめてやるよ。おい、考え直せって。話はそれだけか。用があるから先に失礼させてもらうぞ。奇遇だな。そうですね。普段ああいうところにはよく行ったりするのか。いや、初めです。おう、俺もだ。ああいうのなんかくだらないっす。ああ、同感だ。てか今日すいませんでした。俺も言い過ぎた。よし、全員席に着き、ホームルームを始める。
おう、あと先生に謝っといた。そう、大丈夫です。おう、よし。ちょっと、何気まずそうにしてんすか。そうっすよ、喧嘩中の子供じゃないんだから。おい、じゃあ、あったー。じゃあ、今日は今からゲスに行くか。いいっすね、行きましょう。すいません、今日ちょっと用事あるんで。用事？はい、うん、あ、ちょっと先生、相談したことがある。あ、すまん、ちょっと今日用事があるから。え？よしよし、昨日は邪魔が入ったからな。うおー、いいな、エロいもんがいっぱいあるぜ。よしよし、ここなら人と会うことはないだろう。おいしい。おグーだな。よし、間違えて入っちゃいました。ああ、俺もだ。ここ何なんすかね。なんだかは知らんが、エロいものが売ってる自販機とかも。興味ねえな。すいません、用事あるんで。ああ、俺もだよ。
よかった、よかった。おい、あれ何やってんだ。授業は自習にしてこそこそ二人で喋ってますよ。こないだまで犬猿の仲だったらどういうことだ。ちょっと俺見てきます。関係ないやつはこっち来んな。はい。し、し。自習中にすまないが、お前らに聞かなきゃいけないことがある。はい？どうしたぞ。昨日、吉永のブルマが盗まれるという事件があった。ああ、なんだよ、最低だな。目撃者の情報により、このクラスに犯人がいることは目処が立っている。このクラスに？マジかよ！ああ、全員目を閉じて顔を伏せてくれ。犯人は少しでも罪悪感があるなら手を挙げる。本当にいるのかよ。本当に。では、行くぞ。昨日、吉永のブルマを盗んだ犯人は手を挙げる。早くしろ！目星はついてるんだぞ。なあ、罪悪感はないのか。うちの言う通りだぞ。おい、早く手を挙げろ。早くだよ。おい、すいません、遅刻しました。いや、犯人そこにいるっすよ。あ？うわ！何やってんだ？いい、兄ちゃん、兄ちゃんどうしよう。落ち着け！落ち着け、アクセ。席につけ！席につけ。いいか、今回のことでお前らに言わなきゃいけないことがある。どういうことなんですか、これは。今回のこと、まあ、吉野のブルーマンを盗むこと、そして、切るように指示したのは全てあつさだ。